北川竹林の社地崩しをして2列目としてドワーフナンバーバナナ苗をだいぶ植えてきたんですが、ここに来る前に山の奥の方からもう2苗掘り上げて持ってきたんですが、これからここをきちんとしないと植えられないんですが、これはちょっと時間がかかりそうですね。切り株がありますんでね。まあ時間がなければとりあえずは入り口に近い方で1列目と2列目の間にスペースがありますので、この辺に仮植えしておこうかと思いますけどね。1列目もここから 1,2,3,4,5 5箇所はムサドワーフナンワーで、ここからタイベジタブルバナナ苗なんですね。まあ、このように太い来年の開花結実収穫見込み苗となる親株と、その周辺にこの親株と前の親株ですね、ダメになったから出ている子株が計4本ということは5本立ちになっていますので、ここからも切り分けて3段目これからシャチ崩しをする3段目とかにも植えられますね。まあ、ここからは2本ぐらい取れると思います。まあ、こちらはダメになった親株を切ったので、結実しているこの親株の両脇に2本植わっていますので、こういうのは親株を切断すれば2本は残しておいてもいいですね。そちらも2本立ちで親株を切断してありますからね。あとは山の南側の方からですね、苗は結構持ってこれますので、ここは、まあ、埋め尽くすことはできるんですけどもね。さて、この切り株をまず2つありますが、これを掘り上げられるかどうかちょっとやってみようと思いますね。とりあえずここに来る前に掘り上げてきた苗2本は植えてみました。この上は平らのところに行くまで入り口の方よりも幅広くなっているんですね。それでこちらの方はもう2列ぐらい、途中からですがもう2列ぐらい作れると思うんですが、太い竹の切り株とか雑木も生えていますので、ここをバナナ畑にするにはちょっと時間がかかりますね。まあ、続けてやっていくつもりなんですが、ある程度目処を立ててから苗を植えるようにした方が良さそうですね。この2列目は苗と苗の間隔があまりないんですが、これは今植え付けたとして
来年越冬後成長再開してもですね、おそらく越冬ダメージにかなりの個体差が出てくると思いますので、それで間を抜いて他に移植するつもりなので、今のところ密植気味にしているんですね。まあ、大きくなってくれば間を一本ずつ抜いていかなかったら歯と歯同士が触れ合いすぎますから、まあ、そうなるのは来年梅雨明け以降かなと思いますが、まあこの次の冬をどう越せるかによってその後の対策を考えようと思います。とりあえずはまだシャチ崩しの仕事が残っていますんでね。